瞬間見え今日は島市の話題です前半は島市の今年の出来事や取り組みを振り返って後半はアスリートの活躍をお伝えしますということでスタジオには島市の橋爪正義市長にお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたしますさて、えー、まずは島市のこの一年を振り返るということで 6月の16日から18日に開催された G7 三重伊勢志摩交通大臣会合2016年の伊勢志摩サミット以来の国際会議の開催ということになりました会合には G7 各国の交通大臣が出席持続可能な交通手段などについて話し合われましたで開催中は三重県とともに地元志摩市も市民を挙げての歓迎 また地域の魅力を世界に向けて発信しました初別所改めて島市にとってどんなイベントになりましたか、はい、あの島市ではマイスシティ島として、えー、観光のお客様だけでなく国際会議やビジネスの会議を誘致できるように取り組んできました、はい、あのその成果としてですね G7 三重伊勢島交通大臣会合を開催することができ え成功理にえ終わったと感じてます、はい、市民の皆さんが一丸となって各国閣僚また関係者の皆さんをお迎えしえ島市を発信することができたと感じてます、うん、市民の皆さんの協力があってできたことだと大変感謝をしております、はい、あのお客様をお迎えするにあたっては市内の小中学生や 市民の皆さんと一緒にセンバズルプロジェクトやフラワープロジェクトなどに取り組んでますまた、えー、各国の大臣への贈答品では伝統工芸品である組小細工の踏み箱などを制作し、うん、地域の文化をアピールすることができましたまさに市民参加型の交通大臣会合になったということかと思いますが特に印象に残っている市長エピソードなどありますかはい あの初日のですねえアゴワンクルーズでえー各国の大臣に志摩市の美しい風景を楽しんでいただいたことまたえそしてあの歓迎レセプションでは東海中学校の郷土芸能クラブがアノリの人形芝居を披露し 大変大好評だったことが印象に残ってます。うん、また島市の小学生が、はいえー、記者になって質問をする子ども記者などい若い人たちの活躍が目を引きました。堂々と質問しているその様子が今もしっかりと記憶に残っているわけですけれども、やはりあの今回のこの交通大臣会合に関しては。 まあ未来を担っていく、将来を担っていく、子どもたちがいかに参加できるかという。まあ、そうしたところも注目されたわけですけれども、蓮見市長、まさにそのあたりはしっかりとできたということなんですかね。そうですね。うん、あの、まあ、この会合ではですね。はい、ええー、解散しますにとって、大きな、あの、実績、また。 成果ととなったと感じてます、はい、あの今後もマイスシティ島を推進して、うん、観光のお客様だけではなくて、はい、ビジネスの会議なども誘致して、うん、多くの方に島市を訪れていただけるように取り組んでいきたいと思います。はい そしてもう一つ大きな行事の開催が決定したということなんです第44回全国豊かな海づくり大会が三重県で開催されることが決定し島市で式典行事などが開かれるということなんですこちらは全国規模の大変大きなイベントということになるわけですが市長あのどういった内容になるんでしょうか。はい あの令和7年秋に三重県で開催をされる第44回全国豊かな海づくり大会の式典会場が、えー、島市アゴアリーナに、えー、会場歓迎放流行事会場が南伊勢町の宿田祖漁港に決定をいたしました、うんえー、全国豊かな海づくり大会は水産資源の保護を管理や海や 海やえ河川え故障の環境保全の大切さを広く国民に訴えるとともにえ作り育てる漁業の推進を通じてえ水産業の振興と発展を目的とした大会となります、はいうん、えこちらの大会はえ天皇皇后両陛下のご臨席が恒例となっている四大行光景でありますので、はいはい、大変光栄に思います、うん ですかカザリさん、まあ、2016年に伊勢志摩サミットがあってその後、G7 交通大臣会合があってそうしたノウハウというのがしっかりとこう生かされているということなんでしょうね。 うんそうですよね、うん、やっぱり島市が本当に世界各国の方々とつながってで今こうしてあるっていうことでしたし、はいうん、あの観光客の方だけではなくてビジネスの面でもこう世界とつながってで島市がいろんな方に知っていただけたらすごくいいなっていうふうに思いました本当ですねそして今度は天皇皇后両陛下をお迎えするということになるわけですが令和七年秋の開催ということです。 どんなふうにこう準備を進めていきますか、はい、あの10月にはですね、えー、町内でプロジェクトチームを発足をして、えー、準備に取り組んでます、はいえー、島市での開催は、昭和59年の第4回大会を浜島町の浜島港で開催して以来、はい、41年ぶりとなりますしっかりと準備をして、えー、島市民一同で両陛下をお迎えしたいと思ってます。<laughs> まさに全国から注目を集めるイベントになるかと思います。けれども、改めて島市のどんなところをアピールしていきたいという主張を思いでしょうか、はい？あの、もちろん島市全体をアピールしたいと思ってますが、え、はい、志市の水産業の魅力もしっかりと発信できる絶好の機会だと思ってます。はい、あのこれらこれから大会に向けてですね。様々な取り組みを行っていきますが、大きな動きとしては令和6年秋に、はい。に え一年前プレイベントが開催される予定となっていますそのプレイベントを行ってそして本番に向かっていこうという流れがあるわけですね,ですねはい、ありがとうございましたこの後は今年活躍したアスリートをご紹介します僕たちの未来に 瞬間見え今日は島市の話題です後半はスポーツの話題となります今年活躍した島市のアスリートをご紹介します前半に続きスタジオには島市の橋爪市長そしてここからは島市教育委員会学校教育課の竹内康生さんに参加してもらいますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします さて、えー、後半は志摩市のアスリートを何人かご紹介いただこうということになるわけですが、初音市長、まずは市長からお隣の竹内さん、はい、ご紹介いただけますか、はいえー、竹内康生さんは志摩市磯部町の出身で今年度、志摩市の職員となり志摩、はいえー、市教育委員会事務局学校教育課の職員として勤務をしていただいています。 アマ,ア,アマチュア相撲の全国選抜社会人選手権大会の個人戦で優勝をし、はいはい、また、えー、9月には全国選抜大学実業団大会の個人戦で準優勝をされました、はいえー、この大会では去年は優勝をしてます、うん、まさに、えー、アマチュア相撲日本一の選手です香谷さん大変な人が島市にいましたね 素晴らしいです逸材が合いましたねね本当です、ね、ですすから <laughs> アマチュア相撲で日本一になられている方が、はい、島市の職員でいらっしゃるということなんです、はい、さらには西日本の実業団選手権でも優勝を果たしているということですね、竹内、はい、さん。はい、で今日ちょっと竹内さんあのメダルを持ってきていただいたということなんですけれどもこちらは竹内さん何のメダルなんですか えー、今年の7月に、えー、行われた社会人の大会で優勝した際のメダルですということなんです輝いています <laughs> 日本一の証です竹内さん、はい、改めて今年振り返っていかがですか、はい、そうですね、えー、7月の石川県で行われた社会人の大会では優勝 大学実業団大会では2連覇を目指しましたが、はい、決勝戦で敗れ準優勝に終わりました<ー>え悔しい経験もしたんですけども市、はい、職員として自分の名前を残すことができたことに関ししてては満足していますいやもう本当に立派すぎる成績なわけですが竹内さん、今写っているこの写真ですけれども、はいはい、これはその準優勝の結果を残した大会。はいえ 相手大きすぎませんか。そうですね。あの後輩に当たるんですけども、えー、体重が200キロ。200キロ。はい、武井さんは？120キロですね。120キロ。はい、あの120キロでも大きいと私は思うんですけれども、市長、これおそらく大変な相手の戦ったということですよね。そうですね。やはり体重差があるんで、非常にこうまあ本当に大変な試合だったのかなっていう本当にうそういうこう思いはありますね。本当そうですね。うん、80キロ差ある、うん。はい その後輩の選手と戦ってただそれでも準優勝という見事な結果を残しましたあの竹内さんのプロフィールをここでご紹介させていただきます、えー、竹内康生さん島市磯部町のご出身です磯部中学から鳥取上北高校そして日本大学へと進んで高校時代にはインターハイで個人3位に入賞 で大学卒業後はふるさとに戻って今年四4月から志摩市の職員として勤務されているということなんです武竹さんあの、そもそも相撲を始めたきっかけは何だったんですか、はいえー、もともと兄2人が相撲をしていまして私が3歳の頃に道場に見学に行った際にが土俵を横切ったんですよねその際に、はあ、あの一緒に土俵に入ったのが始まりです。はい、あ ええー、レーさん、今、意味わかりましたかちょっとよく分からなかったですね、<laughs> ちょっとよく分からなかった、ええの何がニが、サワガニですね、サワガニが、はい、土俵を横切った際に、一緒に追いかけて、土俵の中に入ったっていうのがきっかけです。あの要は、カニ、カニがたまたま、たまたま,たまたその道場の土俵を横切ったと。はい、で、当時3歳の竹内さんは、カニに夢中だった。はいはいで カニを追っかけていたら気づいたら土俵に上がっちゃっていたっていう話ですかそうですねが師匠日本一<う>っていうことですね。本当す<ご>何があるかわかんないですね。 で実際にでもあの相撲やってみていかがでしたか。それで、まあでね、で思わぬ形で投票になっちゃったわけですけど。あまあ大会に出てこうメダルをもらえるのが嬉しかったので、うん、そこから相撲を続けていこうと思いました。ああえー、えー、っと本格的に始めたのは何歳だったんですか。そうです。まあ小学生になってからなんですけども、えー、あの兄を二人追いかける形で相撲を続けていきました。はい、で、どん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 のめり込んでいって、はい、そして。 努力もしていって、結果もついてきた、はい、ということになるわけです、えー。地元の中学、そして相撲の名門鳥取城北に、これ。まあ、進んだというわけになるわけですけれども。これはあのどういういきたつだったんですか。はい、あの兄二人は県内の高校に進学をしたんですが。はい、自分は兄を超えるために、高校では日本一になりたいと思い、当時日本一稽古は厳しいと言われる。鳥取城北高校に。 進学をししようと決めましたですからとにかく日本一になりたいという思いで地元の中学から、はい、いわゆる地元から離れて競合、はい、校圏外行こうじゃないかということになったわけですね。はい、そしてあのご覧いただいているように高校3年生のときにはインターハイ団体で優勝されているということで詳しく聞かかせてもらえますか、はい、え高校3年生のときに鳥取インターハイで団体優勝個人戦には3位入賞をしました。 ですから高校時代にも日本一にしっかりとなっている竹内さんということなんです。そして日本大学に進学して相撲部に入部したということです。大学時代はどんな成績だったんでしょうか。はい、えー。大学相撲で一番大きい大会とされる全国学生相撲選手権大会の2連覇の団体メンバーに入ることができました。4年生の時には40人以上の副首相を務め、<え>えー、同期には現在幕内の金坊山関が。 はあ、え、ということは、あの当時からこうエリートに囲まれる中で、副首相も務めて、はい、そして戦っていた大学時代ということなんです。はい、ええっと竹内さんご自身は何というか、いわゆるそのプロ歴史になろうっていう思いはなかったんですか？はい、そうですね。あの大学生の頃に、はい、首を痛めてしまって、はあ、プロの道は断念しました。あ首を痛めて。はい で本当は行きたいって思いもあったんだけれども断念して。そうですね。これからはまあアマチュア選手として三重県の相撲の発展に貢献していきたいと考えています。えー、今そのアマチュアスポーツとして三重県の発展という話がありましたが、はいうん、島市にこう地元に戻ってこようと思ったのは何でだったんですか。はい、えー。大学生の。あ あ大学卒業した年、ねええ、に、えー、当時、三重国体が開催される,る予定でした、うんえー、地元の国体選手として出場することは一生に一度しかないと考えて、はい、仕事と相撲が両立できる島市に帰ろうと思いましたあの三重常盤国体は残念ながら中止になったわけですけれども、はい、ただ、市長その後もさまざまスポーツ大会で結果を残してくれるというのは、はい、本当にしいことですよね。本当に嬉しいいですね<ー>はい でしかも日本一になってるという,う大変なことになるわけです。<laughs> で,す、ねはい、であのー、そのスポーツだけ相撲だけにとにかく集中しているかっていうとこれ実はそうではないっていう話で今年4月からその市の職員で教育委員会に所属されているということなんですがもちろんその市の職員としても 市長お仕事してるんですよね。しっかりしていただいてます。しっかりしてるというしっ,し,しっかりしてるということなんです。<笑><笑>普段どんなことをしてるんですか。はい、ハサマ教育集会所というふうに勤務をしています。<お>えー、下校した児童に勉強を教えたり、人権学者の大切さを伝える仕事をしています。<ー>他にも磯部大子と言って、磯部町伝統の太鼓の練習を月に3回ほど練習をしています。もうしっかり地域に貢献されている。 立派なしの職員でいらっしゃるというのが、もう今のお話からも映像からもよくわかるんですけれども、子どもたちにはそれこそ相撲の話とかはしてるんですか？そうですね。うん、あのまあ集会所のお相撲さんという形で認識してもらってます。集会所の相撲さんって <laughs>、はい、ですからもう子どもたちにとっても間違いなくヒーローになってるわけですね。まあそうですね。本当にありがたいですね。ねえ<ー>、うん、さんでもそうしたところからまたこう相撲をやりたいという子どもが増えてくると嬉しいですよね。 いやそうですよねこんな間近にかっこいい方がいらっしゃったらすごく相撲に対しても憧れる方は橋爪市長としては、はい、どんなこうお気持ちで竹内さんを迎えたんですかやはり志摩市の若い方があの大活躍しているのは本当に嬉しいことで竹内さんの活躍は市の広報などで市民の皆さんにも広く周知をさせていただいています。 波佐間集会場での,ですねあの子どもたちへの接し方もそうですけど相撲においてもですねあの,更新の指導を育成にも大変期待をさせていただいているところですね本当に職員としてもしっかり働か,働かれてそしてアスリートとしても相撲で日本一になってそして更新の指導にも意識を持たれているこれただあの両立することっていうのはも,うものすごく。 おそらく大変だろうなと思うんですけれども、普段どんな形で練習されてるんですか。はい、えー、磯部町の私有感相撲道場で稽古をしています。稽古をしている。はい、あ、そのちょっと映像が。こちらになるわけですけれども、えっ、ー、と、あの、どんなこう方と相手にして、こう練習するわけですか。はい、普段は一人で基礎運動を中心に、朝、<え>もしくは夕方に、ほぼ毎日稽古をしています。一人、はい。 相手とこうぶつかり合ってとっていうのはやらないんですかそうですねあの,他の選手よりもこう実戦の稽古というのは不足してしまうんですけれども<え>その分、1人で基礎運動を徹底していますあのなかなか大変な状況かとそれ、思うんですけれども。 何かその中でこう伸ばしているものがあったりとか日本一になる秘訣があったりとかすすするんででかそうですね社会人になると、まあ、相撲をするかどうかっていうのはあの自由なんですけどもやはり自分としてはやるからには日本一になりたい勝ちたいという思いです稽古を続けていますこれ、葛西さんすごい筋肉ですねムムキムキですね。 黙々とこうやって練習されてる姿もすごくかっこいいですね。これ市長、なかなか1人でこうした体維持して戦える力維持するって大変じゃないですか。そうですすね、あのすごくこう精神力があると思いますし、はあ、なかなかできることではないと思いますね。ですからこういう姿見て本当に憧れる人もたくさんこれから。 出てくるんだ志摩うう市というのは何というかこういろんな相撲力士を輩出しているイメージを持たれている方いると思いますそれこそあの島の海関の活躍もあるわけで、えー、島市出身の現役力士は島の海関を筆頭に現在6人いるということですけれどもこれまさにもう県内では初賞まあ相撲王国といっても過言ではないと思うんですが、はい、何かそうしたところのこう背景みたいなものってあるんですかね。はい あのー、20年以上かけてです、ねはい、子どもたちの指導にご尽力をいただいています、うん、あの私有館の道場の小林館長の存在が大変大きいと思います。志摩<う>市はもともと相撲が大変盛んな地域で<う>大王朝の名切ではわらじ祭りの奉納相撲やわんぱく相撲などが行われていました。<う>名切中学校は 昭和47年の8月に、はい、当時の東京国技館で開催をされた全国中学相撲全国大会で、はいえー、優勝したこともあるというふうに武内さんはあの小林館長から指導も受けていることはあるんですか今そうですすかそうねあの相撲の、まあ、生みの親として、はい、あのもし今小林館長がいなかったら相撲はしてないなと思いますそれぐらい偉大な方がいらっしゃって、はい、だからやっぱり志摩市の。 相撲強くなっていくんだっていうことになるわけですね。はい、では、竹内さん、あの今後に向けて。い。ろんな思い持たれていると思いますので、はい、ぜひとも聞かせていただけますか。はい、はい。そうですね、えー。三重県は全国に比べて、相撲の競技人口が極めて少ない状況です。はいうん、その中で、えー、島市は自然にも恵まれて、県内でも。相撲が盛んな地域であったので、はい、この週間を中心に。この相撲の魅力をもう一度発信していきたいと考えています。うん、そして。 あの武さん自身が何か達成したい目標とかありますか？はい。えー、まずそうですね、えー。来年は今年優勝することができなかった天皇杯国体の優勝、はい、また、えー、日本代表の選考大会にも出場しますので<あ>世界一を目指して頑張ります。応援よろしくお願いいたします。日本一の次は世界ですか？はい、これはスペシャル期待かかりますね。はい。楽しみですね。応援期待してます。ぜひとも世界一目指してください。 期待しています,いますさあ続いては日本一もう一人ご紹介しますまずはこちらご覧くださいこの方小川理央さんです島市立東海中学校の三年生今年8月に開催された全日本中学校陸上競技選手権大会女子砲丸投げ競技で優勝10月に行われた全国大会の JOC ジュニアオリンピック U16 陸上競技大会でも 優勝この大会で去年に続いて二連覇を達成して日本一に輝いているという方です小川理央さんについては竹内さんにご紹介いただこうと思います記録もすごかったみたいですねそうですね、えー、全中大会では14メートル97の自己ベストで優勝、えー、JOC ジュニアオリンピックカップアンダー十六では15メートル60で優勝し大会記録を更新しましたさらに三重県記録も20年ぶりに更新しましたいやすごいあの 市長小川さんについてはいかがですかいやもう本当にすごい こうもう記録を毎回毎回あの出していただいてですね、はい、あのいつもびっくりさせていただいてますね<ー>、はい、あの実際に報告にも来たんですねそうですね、うん、あの全国大会に出場するご報告にも来ていただいて、はい、その後のですね、えー、優勝の報告も来ていただいてますあの何度あ来ていただいてもですね嬉しい話をし聞かせていただいているところですあの陸上専門にされているわけではないのですがわけではない。 そうなんですよ、はい、あの素晴らしい活躍をいいいつも見せていただ今後ですねやり投げにもえチャレンジしていくというふうにお聞かせを頂い,いてましてあの新しいことというかやはりこう常にチャレンジをしていくそういう,こう姿をあの中学生の子に見せていただくと非常にこう私も。 かっこよくあの見させていつもいただいてますね。これはまたまたあの今後も非常に期待のかかる小川さんということになります。本人に中学校での陸上体験、そして今後の目指すところを聞いています。ご覧ください。目標は U16 が二連覇がかかっていたので、まずその大会を二連覇することと、全中では昨年四位だったので、その悔しさを本当に一位を取るということに目標にして頑張りました。 記録もその県中学記録と大会記録両方出したのですごい良かった年だなと思いましたなんかずっと1 4ル後半とかしか出してなくて1 5ルの壁がすごく大きかったんですけど練習時間が少ない中で1 5ル目標にしていた1 5ル出したのでホッとした気持ちが強かったですなんかリオならできるとか 思いっきりやってこいとかいう言葉をかけてもらいました応援してくれたことと日々の練習とかを支えてくれてありがとうっていう気持ちが伝えたいますまず方眼の重さが変わるのでそこで記録を出せていけるかっていうのとやり投げも増えるのでそこでどれだけ飛ばせるのかっていう楽しみがありますまず高校に入ってからは少しずつでもいいので県 の上位に入って次は全国で入賞できるような選手になりたいなと思っています夢はオリンピックに出ることですいやオリンピック楽しみですぜひ竹内さんからアドバイスいただけますか はいそうですね、えー、全国大会で上位を目指すというのは決して楽な道のりはないと思うんですが、はい、リオさんらしく伸び伸びとしていただいていつか島摩市を代表する陸上選手になってほしいです。いや楽しみですねさあままだ終わりませんもう一人 サーフィンの世界でもプロジュニアの選手がワールド大会で素晴らしい成績を残したということなんです。市長ちょっとご紹介いただけますか、はい、サーフィンはい、えー。女子プロジュニアで島市在住の川瀬ココナ選手がワールドサーフリーグのアジアプロジュニア第3戦で初優勝を果たしました。はい。また昨日のですね宮崎県日向市で開催をされましたザオープンサーフィン日向プロでも見事に優勝者と聞かせていただいてます。おお。 ですからこれサーフィン界でも非常にあの期待のかかる選手ということになるかと思うんですけれどもあのワールドサーフリーグ これどういうい大会になっんですか、はい、あのワールドサーフリーグは通称 WS L、WSL 世界プロサーフィン連盟のことで、はい、WSL が主催する大会は歴史と権威がある大会で、ね、この大会で好成績を残せばですね、はい、えジュニアプロサーファーの世界大会にもエントリーをしていくことが可能だというそういう大会です、ね、なるほどですから、はい、世界大会、世界で活躍していこうという逸材ということになるわけですか。そうですねこの方あの方は市の在住 とといいうことなんですけれども実際ははのご出身あ、はい、あの川瀬さんは現在19歳で<お>え津市出身ですがプロサーファーを目指して中学進学を機に家族で島市を移住、島市に移住されました<ー>地元の海岸で練習にしっかりと励んでいただいてです、ね、<お>アジア大会へのエントリーを勝ち取ったというふうに聞いてますすそうですか橋明市長もサーフィンが大変お好きと聞いています。<laughs> え今もサーフィンされてるんですかもう本当に、えー、年に3回とか2回とか夕方1時間空いた時にすっと行って帰るみたいなそんな感じですね。あれそうすると,あの、えー、と川瀬さんのことは以前からこうご存知だってあはいあのサーフィンしてる姿とかも実は一緒にサーフィンしたりとかっていうこともあったんですかサーフィンはしたことないんですけど<う>でもあのトレーニングしたあとに、えー、お会いしたりはよくしましたね。 ですから、はい、市長としても本当に頑張ってほしい選手の一人ということになるわけですね、はいえー、島市は全国でも唯一サーフシティを掲げている市ということになりますあの今後川瀬さんにどんな期待持たれていますかそうですねあの川瀬さんにおいてはですね えーまあ、あの今後プロジュニアの最終戦で上位二人に残っているというふうに聞いてますので、えー、来月カリフォルニアで開催される、えー、ワールドジュニアサーフィンチャンピオンシップですねこちらのアジ,アジアリージョナル代表に決定をしているというふうに聞いてます、はい、あのしっかりと応援していきたいと思いますしまた市としてもですね島のサーフスポットサーファーの方はもちろん、えー、地域の人たちや観光客も訪れる幅広い交流が生まれる場所として えー、まあ PR していってですね、はいえー、地域を活性化していきたいと思ってます。今後非常に楽しみになります。今日は竹内さんそして発言者にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。した次回の瞬間見えは12月15日金曜日紀北町の話題をお伝えします。以上瞬間見えでした。ありがとうございました。